おはようございます、旅も3日目になりました。3日目か、昨日ハンガリーから、ウィーンにというかオーストリアに、来ました。スロバキアを経由して、来まして、今早速ですね、今朝朝一で見学するのはこちらのシェーンブルク宮殿というところです。もう世界史の本にとどまらず、もう一般常識、一般の話として出てくる人たちがたくさんこうドラマを作った街にいるんだなっていう非常に不思議な感じがしますが、これは本当なんかすごいですね。黄色い壁と窓が緑に塗ったってことなんですけど、あれ黄色と緑って言ったらやっぱりあの国の色じゃないのなんて思ったりしますけどね。まあ国名もちょっと似てるということで、ちょっとなんか親近感が湧きますが、まあそのたっぷりある歴史、ちょっと楽しみに行ってみたいと思います。シェーンブルク宮殿すごかったです。私違う国の宮殿とかいくつか行ったことあるんですけど、特にフランスとかの宮殿本当に立派なんだけど、なんかね暗い感じがするんです。でもここは暗さを感じないですね。すごく明るい宮殿な感じがしました。そしてこのシェーンブルク宮殿で非常にフィーチャーされているというか、なんかヒーローのような感じなのかな、シシっていう、お姫様がいますが、なんかすごく人気があったみたいで、こんなシシチケットとか名前が付けられちゃうくらいポピュラーな人がいます。まあなんか王様とかお妃とかいろんなね、そういう有名人ってだけだったら多分5万といるんだと思うんですけれども、例えばね、ナポレオンのように皇帝あるけれども、いろんなところでやっぱり称賛されたり人々に支持されたりしてっていう人もいれば、なんかそういうすごい役職に就きながらもなんかそんなにポピュラーじゃないっていう人もいたりするのを考えると、このシシっていう人はなんかすごい魅力あふれる人だったんだろうなと思って、私は本当にもう前から言ってますけど、歴史が苦手な人なので、日本史はもちろんですけど世界史とか全然なんか偏差値最後まで上がらなくて苦労した口なので、ちょっとなって思ってましたけれども、なんかこのシシっていう人には興味を抱いたので、後で Google 先生にどんなことをした人なのかとか、どれだけ魅力があったのか、どれだけどういったことがあったからみんなに好かれてるのかっていうのをちょっと調べてみたいなと思います。なんかこういうことを高校生の時とか中学生の頃とかに学んでいたら、もっともしかしたら社会も得意だったかもしれないですけど、まあでも今あることがその人にとって正しいっていうので、私にとってはこれがベストな学びの方法なんだろうななんて思います。いやーよかった、シェーンブルク宮殿、